皆さんこんにちは平成二十九年一次試験合格発表を受けてということでですね、えー、私レック専任講師金城淳之助と申します、えー、まあ公表ということをね行いたいと思いますよろしくお願いいたしますで内容としてはまず合格された方本当におめでとうございます、えー、いち早くですね二次試験の勉強も始められてると思いますが今日 あの合格発表を見てあやばい受かってたとねそういう方ももしかしたらいらっしゃると思います、えー。慌てず騒がずに二次試験に向けて10月22日です。まだ1ヶ月以上ありますので落ち着いて二次対策してください。でもう受かった人はもうここで、えー、動画を閉じていただいてすぐ二次の勉強とまあなかなかそうもいかないでしょうからまあレックとしてはですねあのウェブサイトをご覧いただければわかると思いますけど。 まあ、二次対策道場をいいくくつかね、えー、ご紹介しててますので撮ってくださいとで特にこの私の、えー、過去問総ざらい道場ね過去16年分一気に総ざらいできます。でこれはあの生講義が10月8日9日なんですが通信もありますのであの通信でぜひぜひこれはもうあの受験生必須の、えー、講座になるうつ,もつもりでね、えー、バイブルにするつもりで作りましたのでぜひぜひもう16年分一気に勉強できる 教材ないので、はい、現像しないのでぜひぜひこちらをお取りくださいじゃあここで合格した人はおしまいお疲れ様あのぜひまた2時の講義で会いましょうで、ここから先ね、えー、残念ながらちょっと悔しい思いをされている方もしくはまあ今年試しに受けてみたという方もいらっしゃると思います来年に向けてどうすればいいのかというお話をちょっと具体的にしていきたいなと思います まず全体としてですね今回の数字ご覧いただいたと思いますがよいしょ予想よりですね思ったより伸びてなかったかなともうちょっと合格率上いくかなと思ったんですが。 えー、合格率蓋開けてみると21.7%で、えー、3,000人少々の合格者ということなので私の中で四4,000人ぐらい受かるかなと思ってたのでそれに比べたらまあ若干あらあら下回ったなとだからまあ2次の受験生今年厳しいぞって言ってたんですけど例年並みになるかなっていう気はしてます。ま,あ、まずそこはいいとしてで もうまあ、この辺りは去年と比べてもほぼ一緒の数字ですよね去年より増えてます実際に去年は、まあ、あの1万9,000人申し込みだったのが今年2万人超えてますので、はいまあ、こういうふうに推移してますよとで、まあ、細かいこの辺の数字はもう興味ある人見てください、まあ、びっくりしたのが最年少16歳で合格している人が出たってびっくりですね高校生ですかねすごいなあと思いましたまあまあいいでしょうでポイントはその一番下の よいしょこの科目ごとの、はい、この科目合格者数という数字の中で特に驚いたのがここですね運営管理410人しか科目合格してないということでこれあのざっと、まあ、全ての科目ですねあのパーセンテージ出してみたんですけど、えっと、運営管理3%です科目合格率これかなり難しかったと見るべきなんでしょうか まあ、あの、運営管理、まあ、流れ上、運営管理の話からしますけど。運営管理、去年から出題傾向がちょっと、変わってますよね。で、まあ、去年。計算問題とかね、数字多く出てきた、流れを今年も、まあ、引き継いでるということで。まあ、今後の対策、て観点からいくと、従来は、まあ。 ととととにかく生産管理と店舗管理理店舗いうことで分けてで、出るところを集中して覚えるというね、まあ、暗記ゴリゴリの暗記タイプでなんとか6割確保できる流れだったんですが今後はやっぱりこう計算対策っていうところをねあのしっかりやるべきでそれはある意味朗報受験生の皆さんにとっては計算って財務と一緒ですから。 でもまして運営管理の計算なんてのは基本的に公式知ってりゃ解けるレベルですので、まあ、あの努力が正当にに報われるるようになると今までの暗記は本当にな知らないよというね本当にクイズ的な内容もあったわけなんですがそれに比べたら全然点取れるチャンスが増えたとむしろ運営管理で点を落とすっていうのは努力不足と言われても致し方ないのかなと思いますので、えー、正当な努力を できる科目になったなという意味では、私は個人的にはすごくね、運営管理いい科目になったなと、稼げる科目に変わってきたなというふうに捉えてます。ぜひ運営管理で稼ぎましょう。はい、それはもうあの来年に向けてね。 でそれ以外の科目なんですが順番にこの経済学から、えー、と見ていきたいと思うんですが経済学今年はですね去年簡単だったので、まあ、今年難しくなると思いきや今年もまあこの科目合格率23%ですかね去年29%が今年23%ですからまあそれでもなかなかいいかなと。レックのの報値でで平均60点超えてるのであのかなり 経済学点取れた受験生多かかったのかなと思いますだから経済学って過去には非常に乱高下した歴史がありますので予断はあの禁物予断油断は禁物ですのでなので、まあ、来年難しくなる前提でしっかりと学習積み重ねていただければと思います。 はい、今年は比較的点取りやすかったとっいう受験生の声がねあの耳にも届いているので来年は気を引き締めていただけたいなと思います。から財務財務はですね去年21%から今年25%ということで、えー、合格率上がってます。でレックの回答リサーチでも平均点、えー、速報で67点67点ですよ平均が。なのでやっぱりああ。 簡単だだったんだなと、はい、私は60分で解いてないのでパラパラしか見てませんまだ。なので具体的にどうかは分かりませんがただ実際に60分で解いてこの点数が取れてるってことはやっぱ簡単だったんだろうなと。だから理想は、まあ、このぐらいの難易度やっぱり診断士に求められているのは本当に基本的な財務会計の知識と基本的な計算ができるそこが やっぱり着地点というかね目標地点にしてほしいなと個人的には思うんですよね。で、やっぱりこう財務会計のプロはやっぱり税理士とか会計士とか別にいるわけなのでね。別に診断士は基本的な財務分析ができればねいいなと個人的には思ってるので、ちょうどこれぐらいの難易度で落ち着いてくれると嬉しいですよね。で一方で二次試験で中でもそれを使って、えー、さらに。 難しい計算をさせるという流れの方が個人的には理想なので、まあ、今後もこうなることを見越して、財務基本的なところを反復練習ね。しっかりしといていただきたいなとはい思います。から企業系理論ですね。去年が29%で今年9%ということで20ポイント下がってます。やっぱり難しかったですね。去年は私も。えっと 私毎年企業系理論は90分で解いてるんですけれども去年は9割ぐらい取れたんですが今年は正直私ですね78点かなって言っちゃうのも何なんですかいや本当に私も78点しか取れませんでした今年だからやっぱ難しいなっていう印象です。なのであのやっぱり数字に如実に表れてるなと。ただとはいえですよあの マーケは今年は30点満点取れましたので普通にねあの慌てななけれればマーケは全部取れたはずなんですねだからマーケで稼ぐっていうモデル自体は多分今後も変わらないだからまず皆さんは企業経理論マーケを得意にすべきなんですねマーケをしっかりとマスターしで次に戦略論で最後に組織論の方が無難かなと。 はい、ただまあ組織論の単純暗記のところね例えばそれこそマズローだったりとかハーズバーグとかそういった学者の名前とか理論とかえそういったところの単純暗記のところとあとはまあそうですね労働関連法規はもうあま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 いまあまあます。はい。花から労働関連点分まあ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 ままあ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 ま まあ、あ,のあそこはもう割り切っちゃってでそれ以外のところではあの特に生きてくるのは過去問ですね過去問の,あの独特の表現もうね私も今まで企業系理論の問題トーレンとか模試とかで何度も作ってますけどあそこまで変な文章ってなかなか作れないんですよね。すすごいいいある意味才能だと思いますはい これはまあ微妙な褒め言葉ですけど、まあ、そういった意味であの慣れるしかないですね企業経理論の独特の,あの表現、文体にね、はい、ぜひ、えー、そこを中心に勉強してくださいまずはマーケからですねマーケをマスターするという流れでいってほしいなと思います。はい、で、えー、運営管理は先ほど言いましたので経営ホームですね、まあ、ホームは、ね、去年、今年と2年連続やらかしてますね。 で去年はえっ、ー、と二十問に問題減らして一問五点という配点でぐっぐっとねあのー、合格率下げてますしで今年はえっ、ー、と第六問でしたっけねまあ全員正解ということでまあ四点ずつ要はこれ配ったってことですよねただ四点ずつ配っても、えー、平均 合格率が科目合格率8.35でレックの速報値でも平均点53点非常に低いですねはいそれを鑑みるとやっぱり今年も刑法務かなり難しかったのかなということが伺えます数字からはね私は解いてないのであの何とも言えませんけどもね難しかったのかなと思いますなので で今年もこのやらかししてるでしょだから来年は絶対やらかせないので多分、えー、最新の注意を払ってあんまりマニアックなのは私だったらね私だったらそういう危ない橋を渡らずにもうオーソドックスな問題を中心に出してくるんじゃないのかなとリスクヘッジで私だったらそうしますよという私個人の意見ね。なのでやっぱりホームは基本に忠実にいく。 はい、会社法と、まあ、知財を中心としてね、えー、あんまりこう民法の細かいところにこだわったりせずにまず王道を行く勉強の仕方をぜひ、えー、おすすめしたいかなと、まあ、思います。情報システム、えー、去年年に対し今年大幅アップの26と、えー、報告によるとですねもう30分過ぎでもばらばら席を立って教室の外に出る受験生が多かったという教室もあったと聞いてます。 なので情報が得意な受験生にとっては今年はもうラッキーな大、ね、盤、えー、振る舞いだった問題のようです、えー、レックの速報でも、まあ、全体平均60点超えてます63点いくつかということでやっぱりあの平均で6割超えてるってことはかなり簡単だと判断していいと思いますただ情報システムはご存知の通り、まあ、あの一昔前の経済と同じく、えー、かなり乱高下繰り返している科目ですし 難しくしようと思えばいくらでも難しくできる科目ですですのでまあ、得意な人はまあ,あのほっといても点取れると思います問題は苦手な方ですよねこれは私も含めて私もあの情報システム苦手だったのでよくわかりますもう何のこっちゃわからんとわからない何がわからないのかもわからないというようなもう手探り状態でしたので基本はですねあの当連とか模試 えー、をとにかく徹底的にもうマスターするとかあの過去問もどこまでやっていいか分かんないっていう方が大半だと思うんですね。なので、まあ、あの講義を聞いてで講師が重要だってところをしっかり覚えること分かんなければひと手間ネットで調べることとかねあのビジュアル化されたあの情報系の参考書は世の中たくさんありますので本屋さん行って見てみるとかね。あの目で見る のだと理解が全然変わってきたりしますのでそういった努力なんかをまあ心がけるといいと思います私も情報本当に苦手だったのであの大きなことを言えませんけれども苦手なりにそういうことをぜひやってほしいなと思いますあの来年難しくなるだろう前提でお話ししてますのでとはいえ最低足切りにならないようにね はい、そこ注意したいとで中小なんですが中小はですねまああの去年12.5%に対して今年 10%10.9%、まあまあ、難しかったなとただあの難しかった原因っていうのは今年の中小の問題は白書と試作でいうと白書がクソで試作はまあ点取りやすかったとだから試作で点稼いで白書はクイズだったっていうのが 実際のところですまあよくここまでくそ悪文作れるなというねすいませんね言葉悪くて。っていうぐらいもう腹が煮え繰り,り返ってるぐらいですよ最悪の問題です中小は。なのであの白書については来年もうちょっとまともな問題をお願いしたいなと思うんですけどもまあ,あの従来通り思索中心の勉強です思索で稼ぐこと。 で白書はもしこの出題傾向が続くんだったらこんなんやる意味ないですよね本当にもう中小企業庁とか診断協会に文句言おうかなって思うぐらい本当に悪文の見本みたいなねそういう年でしたので、はい、もうあの語りたくもないぐらいね、はい、なのでまあまあ話を戻して勉強法という意味からいくともう試作中心で試作で50点取るつもりで勉強してください。 はいまあ、そういう形でちょっとね、まあ、あの今年の1次試験受けて話しましたけどもとにかくまあ現実問題として落ちたという、ね、事実落ちた人ね、まあ、私も2次試験1回落ちてるので落ちた気持ちよくわかります。自分の番号がない悔しさねこの悔しさを絶対に忘れない。だから私は あの自分福岡会場で受けたんですけどね福岡会場の合格の番号をプリントアウトして自分の番号がないんですねもうこの,この事実ね自分の番号がないのをこうプリントアウトしてでそれを机の前に貼ってそれを見て悔しいと思って毎日勉強しましたぐらいねやっぱ悔しい気持ちってやっぱり二度と味わいたくないしでリベンジしてやるぞという原動力にもなるので。 ぜひあの今日このね動画見て悔しいなと思っている方いいんですそれをバネにね来年こそ絶対合格しましょうよでそのためにまあレックではですねここからプロモーションですけどこういったあのレックの1次2次上級合格コースねまあ受験経験者の皆さんに対して上級コースをご用意してますですのでこちらをぜひご検討いただいて来年合格しましょうよで2次試験ね あの本当に楽しい楽しい二次試験の勉強を待ってますのでですからぜひ,ぜひあの来年この今の悔しい思いをしないためにもね来年合格をして来年合格しましたと皆さんのまあ報告ないしはまあ合格体験記もね書く機会があれば是非書いてほしいなと思いますのでまずは悔しさをバネに頑張っていただければと思います。はい、というわけで。 まあ本当にいろいろ話しましたけども総じて今年の一次試験はまあ去年よりはま,あまともになりましたがところどころ相変わらずホームと中小はダメだなとえ特にホームねえー何やってんのとあと中小あの問題作る人変えてほしいと今年今年問題作った人は何者っていうぐらいね悪問作りやがってとそこら辺を修正すれば来年はもっと。 いいい問題になると思います、まあ、こればっかりは私も本当にあのどうしようもないので、はいまあ、そういったところで受験生の皆さんなおさらだと思います必死に勉強してるのにねこんな変な問題とかクソみたいな問題で1年棒に振るなんてバカなことあっちゃダメなんですよ本当に。ですからそういうことがないように祈りつつもねまずはできることをしっかり頑張って、はい、皆さんの来年の合格に向けてね我々レック講師陣も全力でサポートしますので是非 一歩一歩頑張っていきましょうはい。というわけで平成29年一次試験合格発表を受けてこの辺にしたいと思いますじゃあまた機会があればお会いしましょうご清聴ありがとうございました